楽うまクッキング。今日は広島県で初のシニア野菜ソムリエの資格を取り、食育プランナーとしても活躍中、野菜のスペシャリスト花井あやみさんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週はあったかスープ料理というテーマでお送りしていますが、今日はですね、こちらの本だしを使って大根のけんちん汁を作ります。あったまるんですよね。はい、これからお汁がね、いい季節ですよね。はい、はい、で花さん、今日ですね、11月24日、いい日本食というふうな数字の語呂合わせで、和食の日に制定されてるんですね。なんですかね。はい、で和食といえば、はい、2013年の12月にユネスコの無形文化遺産に登録されました。まあ、和食文化の大切さをこう再認識する、そんなきっかけの日になるということで ね、はい、はい、あれさんも和食得意ですね。あ、そうですね、やっぱり日本のお母さんですからね。自分で言いますけど、うん、そうですね、自分で言いますね。はい、それは大体周りの人が言いますよね。花井さんというのはもう日本のお母さん、今のお母さんですよねってね。うちの花井さんの場合はもう自分で言います。はい、セルフプロモーション。こちらが日本の母でございます。じゃあお母さん作っていきましょうか。はい、はい、行きましょうね。スタートです。はい、でまず今日ね、豆腐を使うんですけど、はい、豆腐キッチンペーパーに包んで、うん、で電子レンジでね、まあ、2、3分ぐらいだけど、半長がね、レンジ強度およそ2分。はい、はい、でこうすると水気がね、はい、切れます。結構もう出てますよね。ちょっと水が、ね、ありますね。はい、はい、で今日はこちらの方をさらにね、水気を取ってきて、はい、でね、あのお豆腐のね、味をね、凝縮させます。でこちらにこう、今これフライパン少し、ね、温まってますよ。はい、で手でちぎって、でこうするね、この豆腐のこうなんかね、味が本当凝縮してね、見違います。いや今日本当に美味しかったです、うん、そうでしょ、美味しいでしょ。ねえ、けんちん汁ってお豆腐入れる人も普通にこう切ってこうやって入れてる人が多いと思うんですけど、うん、そうそう、全然違うと思いますよ。このやり方ぜひ試めてほしいですね。そうそう、でこちらのようにちょっとね、はい、お塩をね、さらにね、パラパラっとね、しますよ。はい、でこちらの方ですね、パラパラとして、はいはい、でこちらをね、こう辛いでします、辛いで、こうやってね、はい、でそうすると水分がきれいに抜けます。でポロポロするまでね、こういうふうにちょっとしましょうね。これ穴山さん、ちょっといいですか。はい、やってきます。はい、お願いします。本当お豆腐が美味しかったです。そう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 、これぜひ試してほしいですよね。これだからね、他のあえ物なんかの時もこの応用されたりですね、豆腐使われた時にね。このやり方って珍しいですよね。はい、そうですかね。私ね、これね、お寺のね、精進料理の方にね、教わったんですよ。いや本当にこう和食のね、あの水じゃないですか。しかもね、旨味をいかにして引き出すかという世界ですね。そうそうそう、今日はこれがね、ポイントですね。はい、で次です、大根ですね。はい、で大根、皮付きです。皮付きです。大根の皮って普通剥きません？うん、全然これね、気にならないので。ね、あの身とね、この皮の間に旨味も栄養もありますから、これをね、あの、うん、これをね、あの取っちゃうのはもったいないです。この3ミリぐらいのいちょう切りであれば、はい、この大根の皮気にならない、うん、全然煮てしまえばね、気にならないし、あの新しければね、サラダにされてもね、あの大丈夫ですよ。でも正直今日試食した時に、うん、もう皮付きだとは思わなかったですね。でしょ、分かんなかったです。そうそうそう、それがやっぱしね、あの日本のお母さんのね、テクニックですね。はい、気に入ってました。はい、すみません、気に入ってます。はい、気に入ってます。はい、で次ですね、里芋、こちらね、皮をむいで、はい、切ってますね。でこちらの方はあのちょっと ぬめりがあるのを、あの普通こう下茹でしますでしょ。はい、でそれがちょっとね、時間かかっちゃうので、ええ、今日はこちらの方を下茹でではなく、うん、お塩を振って、ちょっと多めにね、で揉みます。こういう風にね、塩揉み。でそうすることによって塩がこのぬめりを取ってくれます。へー、でこちらの方をね、洗います。はいね、でこちらの方に入れて、うん、はい、でこのぬめりを取る、う洗う、これでも大丈夫。もうこんなもんで大丈夫です。へー、簡単でしょ。で下茹でよりはるかに楽ですね。でここにちょっと水にね、出てますでしょ。あー、もう白く濁ってますね。はいはい、これで OK ですよ。はい、はい、あ、この方法いいですね。うん、で次ですね、他の材料ですね、はい、人参、いちょう切りで、こちらの方も皮付きです。でごぼう、そぎ切り、こちらも皮付き、うん、きれいに洗っただけですね。うん、で小松菜は4センチ長さに切っております。うん、でしめじはほぐしております。はい、
でこんにゃくも使うんですけど、こんにゃくは入れたいですね、はい、でこんにゃくの方はですね、あの下茹でをして臭みを取って、はい、一口大に切っております。水から茹でてアク抜きした方がいいんですね。そうですね、はい、はいはい、で一口大ですね、はい、でぼちぼちでこと大きいですね。これポロポロしましたでしょ。ポロポロします。あ、 OK です。これぐらいで OKOK、OK、です。はい、これじゃあお皿にあげておきますね。そうですね、よろしくお願いします。でこちらでも材料がね揃いましたので、これから鍋を、はい、鍋で作っていきましょう、はい、でこちらの方にまずねごま油入れるんですけど、はい、あのけんちん汁で精進料理でしょ。動物のものが一切入ってないです。入ってないということはコクをつける、うん、何でつける、うん、ごま油とお出汁ですね。なるほど、はい、ということで油は今日はごま油が、うん、で結構入りますね今日ね、大さじ1、はい、入りこれが単にだから油としての役割じゃなくて旨味にもなるんですね、うん、そうですね、はいはいはい、でこちらの方にですね、はい、小松菜以外のものを全部入れていきますね。小松菜以外を、はい、はい、今日入れていきます。はい、はいはい、どどど早速、はいはいはい、はい、どどど、どどど3回ですよね。4回チェックダメですよね、はい、カープのキャッチフレーズは3回、はい、3回ですね、はいはい、で、どどど、はい、ありがとうございます。はいはいはい、でこれで、はい、どどど、はい、はい、いいですね、はい、はい、以上でどどど終了で、はい、はい、大丈夫ですはい、でこちらの方ね、こうしてあの油を絡めますね。全体に、うん、はい、油を絡めて絡めたら OK ですね、はい、で馴染んできたらこちらに水を、はいはい、お水入ります。 500cc 入りますね、はい、はい、OK です。でこちらの方でじっくり中火で煮ていくんですけど、はい、20分ね、およそ20分中火で煮ます、はいはい、じゃあ煮たものと差し替えます。はいはい、はい、で煮たものがこちらになりましたと、はい、あ、いいですね、いい感じですね。おあ、いい感じですね。もう柔らかくなってますね。ほう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 、で、はい、こちらの味付けでましょうね、はい、でこちらの方にですね、まずお酒大さじ2、はい、でお醤油が大さじ2、おらら、どうですか、はい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 、そしてここで、本だしですね、ね、はい、でこれ顆粒だからね、はい、あのすぐ溶けますでしょ。小さじ1強の本だしが入りました、はい、でいい味が出ますんでね、簡単でしょ、はい、本当ね、お出汁がもう簡単に取れちゃう、はい、はい、でこちらの方で、で最後にお豆腐も加えましょうか、はい、お豆腐お願いします。手でいいかしら、はいはい、はいはい、加えました、はい、はい、はいはい、でね最後にこれで、ね、はい、青物、青いものを加えますね、青いもの、はい、で小松菜なんですけど、はい、こちらね、生でも食べれるんですよ小松菜、うん、だからね、あ、入れてください。もういいですか、うん、だからね、はい、あんまり火を通すとあのかえって、はい、旨味がねないので、はい、こちらの方でもうね余熱、余熱です、ここね、余熱、そうそうそう、でこれでねちょうどこう今こうあのパリパリしてますけど、つい、うん、で食べる頃、うん、ちょっとシャリシャリっとした感じがね、美味しいです。 あえての食感を残すんですね。そうじゃなくてこうシャリシャリっとした感じがね、うん、美味しいんで。なるほど、はい、ここはじゃあもう余熱で色もいいまま、そうそう、うん、でちょっとこうね、はい、蓋をしておけばこれで無形でちょうど良くなります。もうこれほら火が入ってきますよ、はい、ね、はい、でできました、できました、はい、OK、はい、では盛り付けますか、はい、はい、でね、たっぷり食べてほしいですね。あれもいいですね。そうそう、でね、これ今日これでしょ、お汁でしょ、でね、明日はこれにね、お蕎麦を入れる。お蕎麦を入れる、うん、で、明後日はね、はい、ご飯を入れる。ご飯を入れる、はい、で、あの、一つの鍋で3度美味しい。ほー、ご飯も入れていいんですか、これに。ほんとね、あの、でね、だんだんとこれがね、味が染みてね、美味しくなるんですよ。へー、今日よりも明日、うん、明日より明後日、うん、いいですね。どうですか、花さん。じゃあ1回作ったら3日間楽しむみたいな。あ、3日間楽しみますよ。もうね、ほんともっと大きなお鍋でね、あのジャブジャブ食べます。ジャブジャブ食べるんですか。はい、できました、はい、はい、ジャブジャブ食べますか、はい、はい、さあこちらで大根のけんちん汁完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。お豆腐はレンジで水切りをした後、フライパンで空炒りをして水分を飛ばしました。豆腐の味がぐっと良くなります。この方法ぜひ試してください。里芋は塩で揉むとぬめりが取れて扱いやすくなります。具沢山であったまる大根のけんちん汁、これからの寒い季節にぜひ作ってみてください。
そして今回使った本だしは香り高い和風だしの素です。さっと入れるだけで様々な和風メニューの味付けを簡単で手軽に美味しく仕上げることができます。本当、花井さん、さっと溶けて便利ですよね。本当にね、急ぐ時にもね、本当に美味しいお出汁になりますからね。はい、さあ、それでは泉水さん、はい、どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。本当、はい、なんかもう見た目から日本の母が作ったけんちん汁って感じ、具沢山。さあ、お豆腐いきますか。はい、豆腐ね。おいしい。ほんとだ、豆腐おいしい。豆腐違うでしょ、豆腐違うでしょ。違います。そうなんです、辛入りしてね。初めて見ました。お出汁もぜひ飲んでみてくださいね。お母さん本当においしい。いや、ほっとしますでしょ。そう、ね、これがいい。そう、ほんと和食の良さって感じですね。黙る、これは。だから大根がいいですよ。皮気にならないと思います、うん、皮付きで切りましたが、うん、うん、全然大丈夫です。なんか息子なんていないけど息子に作りたいような感じ。なんて言えばいい、もう妄想もついにそこまで行きましたか。二段階取りましたよね。息子に作ってあげたい。はい、まあ、先生さんも確かにあの日本のお母さん的なところがありますからね。母感がすごいあります、ね、私はまだまだですけども、ね、はい、ぜひ皆さんもね、まだ見ぬ息子に作ってあげてみてください。さあ、来週のテーマは12分で簡単あったか麺ランチとなっています。月曜日はアイデア料理の柿崎さんに沖縄そばなど3品を教えてもらいますので、こちらもお楽しみに。花井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。